します。はい、いや急なオファーだったと思うんですけども、これあれですか、このオファーを受ける受けないって割とこうためらった部分とかあったんですか、それとも即答だったんですか。そうですね、ジムに入った時に鈴木さんからもう急に言われて、はい、ラスター選手とやるかって。でも一瞬ちょっとえってなったんですけど、もう、はい、出ますって言ってましたね。ああその即座に出ますと言った理由って何だったと思いますか、今振り返ってみて。いやー、まあやっぱ普段から練習やってきたんで、まあいけるかなと思ったんじゃないですかね。いつでもスタンバイしてるって感じですか。そうですね、普段からやっぱ全員結構バチバチやってるんで、いつでもいけます。じゃあ普段でも体重60キロいくかいかないかぐらいにこう維持してるって感じなんですか。あ、そうですね、普段から割と59とかぐらいなんで、まあ、いつでも大丈夫です。今回対戦相手がラスタ選手って聞いて、こう気持ちがこう高ぶる部分あったと思うんですけども、はい、どんな選手って印象なんですか。いや、 やっぱ映像出てるやつも全部見たんですけど、はい、すごいなんていうんですかね、もう何でもできて、スピードも速くて、まあ、すごい強い選手だなっていうのは思いました。まあ、その特にスピードっていうのがね、見てるものからしてもちょっと尋常じゃないものをラスタ選手感じるんですけども、どう攻略しますか。そうですね、まあ、結構僕その練習とかで言われるのが、まあ、攻撃力がある方って言われるんです。僕、まあ、スピードをその一発で当てて、それ先に当ててちょっと自分の流れにしたいなって思ってます。ね、内藤選手ね、お兄ちゃん2人がジムにもいて家にもいて、しかも、はい、鈴木さんが周りにいる環境で、もう練習パートナーにはこと書かない感じだと思うんですけども、はい、もう誰か仮想ラストをやってくれたりはもうしてるんですか。まあ、仮想かは分からないですけど、まあ、結構どうせみんな協力してくれてるっていうか、そうですね、まあ、ラスター選手右も左もできると思うんで、まあ、鈴木さんだったら左で、まあ、やってくれ、まあ、そうですね、まあ、結構対策はしてくれてます。ライズに出るのは今回初めてですよね。はい。ライズってのはどんなイメージですか今。やっぱ国内でもすごくなんていうんですかね、大きい団体でやっぱ目立ってるイメージだったので、なんか今回オファーあった時もすごく嬉しくて、あ、やっと出れるんだって思いました。ルール的には問題全くないですか。そうですね、全然、まあ、むしろ向いてるんじゃないかなと思ってるんで、すごく楽しみです。まあ、と言いつつもやっぱり個室もやっぱりシュートボクシングにこだわりますか今回も。いや、最近、まあ、僕履いてないんでスパッツは、まあ、今回も履かずに行こうかなって思ってます。じゃあもうファイター内藤ケイトとしてライズに上がるって感じになりますかね。そんな感じですね。お兄ちゃん2人は今回の試合のことで何か言ってますか。まあそうですね、まあ、僕結構普段その試合になるとあんまり実力が出せないタイプって言われるんで、まあ、だけどそのいつも通りの動きできれば全然勝てるって言われてるんで、まあ、ちゃんと全部出し切ってしっかり勝ちたいと思ってます。代表の鈴木さんから何か言われてますか。あ、鈴木さんですか。はい、鈴木さんももうそのもう全然もう自分の何ですかね、ポテンシャルっていうかを認めてくれているんで、まあ、ちゃんと出し切ればいけるぞって感じ、うん、はい。現時点で自分がラサ選手よりも上回ってる部分ってどこだと思いますか。うん、そうですね、まあ、やっぱ正直スピードじゃちょっと勝てないと思ってるんで、まあ攻撃力ですかね、うん、ここはちょっと自信あるんで攻撃力だと思います。わかりました。で、ちょっとご兄弟の方のこともちょっと聞いてみたいんですけども、はい、
内藤三兄弟でも3人ともね、あの選手やってるって、まあ割とレアなケースだと思うんですけども、これ3人とも性格ってのは違うんですか？あ、全く違いますよ、本当に全然違います。全員バラバラですね。なんか長男 がすごく真面目すぎる感じで、で僕が逆にすごく適当すぎる感じなんですけど、で真ん中の大輝がなんか、はい、本当にちょうど真ん中の合わさった感じの性格ですね。あ、兄弟でも全然違うんですね。あ、もう全然違います本当に。あ、ファイトスタイルはどうですか？ファイトスタイルももう一切違うんじゃないですかね、多分。おお、そうですね。突き詰めてた。が、まあ、手数でって感じで、まあそうですね、みんな多分違います。自分自己評価では自分のスタイルどういう風に見てますか？僕のスタイルはそうですね、まあ、結構なんていうんですか、毎回毎回試合によって変えたりしてるんですけど、まあそうですね、今回もちょっと変えるんで、ちょっとなんとも、割と何でもやるタイプです。わかりました。ちなみに今日バレンタインデーじゃないですか。はい。三兄弟の中では誰が一番持ってますか？いや、僕ですよ。即答できるのは素晴らしいですね、僕は。僕、昔からそう。まあ、大抵僕です。あ、意外にあの大輝が持てないんですよ。意外に一番成績残してるお兄ちゃんが持てないんです。そう、割と持てないです。弟から見て割と持てないってのはどこに原因があると思いますか？あ、なんかもう普段からもうすごいなんかちょっとクールな感じなんで、まあ、人見知りなんですけど、そうですね、それでちょっと近寄りがたいのかなって。じゃあお兄ちゃんもしかして今日寂しい一日を過ごすかもしれないんですね。そうです。わかりました。で、そのケイト選手、この間22歳になったばかりなんですよね。あ、そうです。はい、まあ、こう なんか22歳になってちょっとこう気持ちも新たにって部分ありますか？そうですね、やっぱりちょっとプロになってなんか思ったようにあんまりうまくいってない、うまくいってないんで、ちょっと今年こそ、まあ、それこそこの今回のラスタさんとの戦いでしっかり結果出して、それをきっかけに、なんですかね、一気に登っていきたいと思ってます、今年は。わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、まあ、今回初めて内藤啓斗選手を見るライズのファンの方もいると思いますので、自己紹介と、まあ、今回の試合の抱負を最後にお願いいたします。ベルウッドファイトチームの内藤啓斗です。今回ライズに初めて出るんですけど、まあ、しっかりインパクトある勝ち方して、まあ、これからもライズに呼んでもらえるような勝ち方してちゃんと覚えてもらえるようにちゃんと覚えてもらえるような試合するのでよろしくお願いします。大丈夫ですか？はい、はい、ありがとうございます。